マウスの ES 細胞万能細胞は、多能性幹細胞あるいは多能性細胞、もしくは仮想の夢の治療材料になる細胞を指して、使用される言葉である。細胞の多能性とは、多細胞生物の体を構成する、ほぼすべての種類の細胞に分化する能力である。万能細胞という呼称は、主に一般向けの解説や、マスメディア向けに用いられている用語で、生物学用語ではない。万能細胞という言葉は、1998年11月ヒト胚性幹細胞が報告された時の新聞報道から見られる。その後、人工多能性幹細胞が報告されると、ES 細胞、従来の万能細胞、iPS 細胞、新型 iPS 細胞と呼び分けあるいはまとめて、万能細胞と呼ぶようになった。この両者は多能性幹細胞である。なお、かゆ側は、英語圏で、万能細胞に対応する言葉が見つからないと指摘している。万能細胞と呼称される代表的なものには、受精卵の細胞分裂の初期に生じた数百個の細胞からなる胚盤胞の内側の細胞を培養することによって得られた ES 細胞や皮膚細胞などの体細胞に遺伝子などを導入させて多能性を持たせた人工多能性幹細胞がある。この ES 細胞と人工多能性幹細胞は多能性幹細胞と呼ばれている。これらは増殖して増やせる上、体の様々な細胞に分化誘導できるため、再生医療の材料としての利用が期待されている。細胞の分化多能性のプロレピテンシーは、totipotencyとマルチポテンシーの中間の分化能にあたり、生物学者の間では、多能性と日本語訳されるが、万能性、分化万能性と表記し説明される場合もあり、一般向けの書籍や報道、講演などでは、万能細胞と呼称し多用されている。人の体はおよそ60兆個の細胞で構成されているが、元をたどればこれらの細胞はすべて、たった一つの受精卵が増殖と分化を繰り返して生まれたものである。この受精卵のみに見られる完全な分化能を全能性と呼ぶ。この全能性は、哺乳類では初期胚の細胞に見られる多能性とともに、胎盤組織にも分化できる能力を持っている未分化な状態を指す。受精卵が胚盤胞まで成長すると、胚体外組織を形成する細胞と、個体を形成する細胞へと最初の分化が起こる。後者の細胞は内部細胞界に存在し、胚体外組織を除くすべての細胞へ分化できることから、これらの細胞が持つ分化能を多能性と呼ぶ。通常、外胚葉、中胚葉、内胚葉の組織に分化できるかを検証して、多能性の有無を見る。このように体を構成するすべての種類の細胞に分化する能力を有する未分化な細胞が多能性細胞であり、一般呼称的には万能細胞と呼んでいる。そして、この内部細胞界から単に培養された ES 細胞もまた分化多能性を持ち、個体を構成するすべての細胞に分化できる。ES 細胞は後に研究開発された人工多能性幹細胞とともに、万能細胞の代表的なものとして認識されている。なお、成人にも、神経幹細胞や造血幹細胞など、種々の幹細胞が知られているが、これらの幹細胞の持つ分化能は、神経系や造血系など一部の細胞種に限られているため、多分化能あるいは、複能性と呼ばれている。人を含めた、哺乳類においては、原則として受精卵以外に万能細胞は存在しないが、この受精卵を人工的に培養開発させた万能細胞で人類が最初に手にしたのは ES 細胞である。1981年にイギリスでマウスの ES 細胞が作られ、万能細胞の代名詞のように呼ばれた。培養した ES 細胞を正常な胚盤胞の中に注入させ、胚と細胞が混ざり合ったものを、仮親の子宮に入れると正常な胎児を作ることができるが、この子マウスは全身に ES 細胞と同じ遺伝子を持ち、正常な孫マウスを産むこともできる。このような異個体の細胞を持つマウスは、キメラマウスと呼ばれている。胚の中で、あらゆる器官に分化できる ES 細胞は、子宮の中の条件に近い環境を整えさえすれば、試験管内で様々な器官へと分化できる可能性を含み、人工臓器を作って移植に利用することが可能となる。1998年にはアメリカでヒト ES 細胞の作成が達成され、ヒト ES 細胞を欲しい器官や臓器に任意に誘導分化させる条件への応用研究が進められた。しかし、受精卵を壊すプロセスが倫理面、宗教面で問題とされ、2001年にはアメリカで公的研究費によって新たなヒト ES 細胞作成を作成することが禁止された。研究反対、推進が紛糾する中、バイオテクノロジー先端企業の集まるカリフォルニア州、イリノイ州、メリーランド州などは政府の方針に反し、州予算をES 細胞の研究費に充て、2006年には、ハーバード大学でも、民間からの寄付金で、人のクローン胚を使った ES 細胞を作り出す研究を行っていた。人のクローン胚は、体細胞から核を取り出し、あらかじめ核を除いた卵子に移植して作られる。患者の核を移植したクローン胚を培養し、そこから ES 細胞を作れば、患者と同じ遺伝情報を持つ ES 細胞が手に入り、拒絶反応が起きない移植用の細胞や組織を作り出せる可能性がある。だが、クローン技術は、人のクローン胚をそのまま子宮に戻せば、クローン人間が生まれる可能性があるため、倫理的な観点から、クローン胚の作成そのものまで禁じている国もある。このクローン胚から ES 細胞を作る技術は、まだどこの国でも成功していないが、クローンと万能細胞の組み合わせは様々な治療に応用できると考えられ、世界で注目されている技術の一つだとされている。アメリカはオバマ政権に代わり、2009年に ES 細胞研究への連邦予算助成を解禁した。2010年10月、アメリカのジェロン社が脊髄損傷の患者4人に対し ES 細胞を使用した臨床試験を開始したが、高コストなどを理由に2011年11月に撤退を発表した。ES 細胞の研究費への連邦予算助成が解禁されたものの、政策差し止めを求める反対団体との法廷闘争や論争は依然続いている。2013年には iPS 細胞を使った世界初の臨床研究として、加齢黄斑変性を治療する研究が始まった。iPS 細胞は ES 細胞の生命倫理的な問題の壁をクリアし、また患者の細胞からあらゆる細胞や組織に分化させることができるため、それを正常な細胞と比較することにより、病気の原因の究明やメカニズムの解明の面でも有効な技術だとされ、効率的な治療薬の開発にも期待されている。人工多能性幹細胞という万能細胞の研究開発により、胚性幹細胞の倫理的問題や拒絶反応の問題は一応クリアできるが、実際に心臓などの複数の種類の違う細胞群から複雑に構成されている臓器のコピーを作成するには高いハードルがあり、臓器の完全コピーや指や足などの複雑さを極めた部位を完全に作り上げるのはかなり困難だとされている。このように様々な神経回路や血管、筋肉などで構成されている臓器を実際に作成することは試験管内では不可能とされており、それを可能にするためには、いわゆる臓器工場という別の生態が必要となる。これは人間の遺伝子を組み込んだ豚あるいは猿などのキメラ生命体の作成が必要不可欠だということで、新たな倫理的問題が付きまとってくる。2008年に、米ウィスコンシン大学研究チームが、遺伝性神経難病の男児の患者から作成した人工多能性幹細胞を運動神経に成長させた後、その神経が病気により死ぬのを試験管内で再現することに成功し、皮膚由来の iPS 細胞から病気のモデルとなる。細胞が自由に作成できることが証明された。また、2009年には、東京医科歯科大学研究チームが、新薬の候補となる物質の心臓への副作用を、iPS 細胞を用いて正確に素早く検出する方法を開発した。このように、万能細胞である iPS 細胞は、実際のモデル細胞、組織、臓器を作成して、新薬を探索したり、副作用の検査を行うことができるなど、新薬の開発の迅速化に役立ったり、新たな診断法の確立や、病気の原因解明の面でも期待されている。また、4つの遺伝子を細胞に導入して分化した、体細胞を多能性幹細胞へと修復した、iPS 細胞の技術は、癌細胞の異常を修復させる技術への応用に利用できるのではないかと考えられており、癌の根本治療への新療法開発の面でも期待されている。2011年8月、人工多能性幹細胞の開発者である山中伸弥教授とは別の京都大学の研究グループが iPS 細胞を使って精子を作り出し、それを卵子と体外受精させてマウスを誕生させることに成功した。これにより発生のメカニズムの解明や不妊症の原因究明や治療への可能性ができたが、その一方で、人の生殖細胞作成につながる技術であることから、生命倫理的問題が生じると考えられている。例えば、男性から卵子、女性から精子を作成することも可能なこの技術は、女性がいなくてもキメラ生物の子宮を借りることで、子孫を残せたり、男性がいなくても子孫が残せることになり、同性配偶者の愛の子の誕生が可能になるため、技術的適用範囲には十分な議論が必要となる。しかし、性別に関係なく、精子や卵子を作成したり、生殖能力を失った個体から、精子や卵子も作れる iPS 細胞のこのような特性は、医療以外の分野でも注目され、絶滅危惧種の人工的な繁殖に向けての検討がなされている。2011年9月には、米カリフォルニア州の研究グループにより、世界に7頭しか生息していないとされる、キタシロサイのメスの皮膚、また、西アフリカで、生息数の減少が続く猿の一種であるマンドリルの、死んだオスの細胞から、iPS 細胞の作成に成功した。ありがとうございます。